皆さん、こんにちは。今回は石川亮さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。プロゴルファーとして活躍している石川亮さん。石川亮さんは、出てきた当時はまだ幼く、はにかみ王子なる愛称もありましたが、すでに30代。現在、日本プロゴルフ界でどのような活動をしているのか調べてみました。まずは石川亮さんのプロフィールを見ていきたいと思います。石川亮さんは1991年9月17日生まれ、埼玉県北葛飾郡松伏町の出身です。現在カシオ計算機に所属しています。男子ツアー世界最年少優勝、日本での最年少賞金王記録の保持者です。6歳の頃、父に連れられてゴルフ練習場に行ったのをきっかけに、ゴルフにのめり込むようになりました。松伏町立松伏小学校時代は、サッカークラブ、園芸委員会に所属していたそうです。松伏町の自宅から車で30分程度の距離にある、千葉県野田市にあるゴルフ練習場に通って練習をしていたといいます。中学校は、地元の松伏町立松伏第二中学校に進学しましたが、中学にゴルフ部がなかったため陸上部に所属していました。2004年に全国小学校ゴルフ選手権横尾要カップで優勝します。2005年に関東中学校選手権、2006年に全国中学校選手権大会春季大会を優勝するなど、全国規模の大会で常に上位を争うレベルにありました。2007年4月、杉並学院高等学校に進学します。高校生となった2007年に行われたマンシングウェアオープン K サイドバックカップにアマチュア枠でツアーに初出場しました。この大会に日本のプロゴルフ大会においての史上最年少優勝を達成します。男子ツアーでのアマチュア優勝は、中四国オープンで優勝した1980年の倉本昌弘さん以来で、史上2人目となりました。大会初日が暴風のため中止となり、最終日に2ラウンドが行われました。高校生でありながら36ホールを回っての逆転優勝、2日目終了時点で7打差の23位したのです。この優勝は世界最年少優勝記録、15歳245日としてギネスワールドレコーズに認定されています。同年5月25日に優勝報告のため埼玉県庁を訪れた際、上田知事から県のマスコットコバトンのぬいぐるみが贈られました。同年7月に行われた世界ジュニア選手権に出場し、個人23位。8月17日、霞ヶ関 CC で行われた日本ジュニアゴルフ選手権男子15歳から17歳の部で、大会史上最年少の15歳11ヶ月で初優勝。スコアは大会レコードタイとなる3日間通算9アンダーで204でした。さて、そんなプロゴルファー石川亮さんと全英オープンで優勝をした渋野日向子さんが熱愛関係にあるとの報道があります。石川亮さんは既婚者ですので、不倫関係ということになります。2024年2月現在、石川亮さんと渋野日向子選手の不倫関係はどうなっているのでしょうか。先ほども石川亮さんは既婚者だと紹介しましたが、2016年に中学校時代の同級生と結婚を発表しました。その石川亮さんと渋野日向子さんが不倫関係にあると報道されました。その詳細が以下の通りです。渋野日向子さんの急なスイング改造による悪影響、実はこの指摘、これまでメディアでもなされてきただけでなく、周囲が直接本人にアドバイスすることもあったといいます。しかし彼女は今もなお固執しているというのです。はっきり言えば石川亮の影響が大きいんですと内情を打ち明けるのは、去るゴルフ関係者です。渋野さんはデビュー前からプロコーチの青木翔氏に師事してきました。青木コーチは全英優勝時もキャディーを務め、一緒にグリーン上で菓子をもぐもぐ食べる姿が何度も放映されたから、ご記憶の向きも少なくないでしょう。しかし2020年末、突如渋野さんはその名曝露との契約を解消しました。その後はコーチ不在で、時折石川さんにも指導を仰いでいることはこれまでにも報じられていました。しかしそれが指導者と教え子という関係を超えているように見える。
一言で言えば渋野はゴルフだけではなく石川遼そのものに浸水し、周りが見えなくなってしまっているように感じるんですと案じている人がいるのです。二人が初めて会ったのは19年、テレビ番組での共演でしたと関係者が続けます。もともと渋野は石川のファンだったんですが、その後何度か会うたびに尊敬するようになった。よく20年の終わりには一緒に練習を始め、一気に距離が縮まるんですと話します。それはちょうど青木コーチとの契約を解消した時期と重なっています。前年には千葉のゴルフ場で週に一度は共に練習していました。それだけでなく泊まり込みで合宿まで張るようになった。その場合、石川と渋野双方のスタッフは同じロッジに宿泊し、寝食を共にすることになります。四六時中行動を一緒にすることで渋野の石川への傾倒はどんどん強まっていったんですと証言します。全英オープンで優勝を飾り、熱烈な海外デビューを果たした渋野日向子さんですが、現在は昔から憧れを抱いていた石川遼さんに心酔していることから不倫関係を報道されたようです。憧れていた人と出会え、いい関係を築くことができたら浮かれる気持ちもわかります。続いて石川遼さんと渋野日向子さんの不倫関係の噂に対する世間の声はどういったものがあるのでしょうか。調べてみると不倫関係を否定する反応の方が多いようです。隠れて練習を一緒に行っていただけで不倫関係、蜜月関係であると言えるのかどうかは微妙なところではあります。石川遼さんと渋野日向子さんに不倫関係の現在はどうなのでしょうか。そもそも石川遼さんと渋野日向子さんの不倫関係も曖昧な表現が多く、仲がいい、練習を一緒にしているなどの同じ練習場から出てきたなどのような、ホテルから出てきたりするような報道ではありませんでした。それなので一緒に練習をしたり、ゴルフについてお互いに教え合ったりしている関係だと言えるかもしれません。そんな石川遼さん引退説がささやかれているそうです。なぜなのでしょうか。理由をまとめてみると下記の3つに集約できるようです。1つ目はスタートダッシュがすごすぎたというものです。石川遼さんはプロとしてスタートダッシュがすごすぎたため、現在のご活躍が少し霞んで見えてしまうようです。実際にアマチュアからプロとなった高校生時代のご活躍から、当時はハニカミ王子のニックネームで親しまれ、石川フィーバーと呼ばれるほどの大人気となりました。2009年の年間獲得賞金額1億8,352万4,051円で賞金王を獲得しました。最年少記録18歳80日。ここまでで高校生時代の内容の濃すぎる話となります。史上最年少記録を何個も打ち立てまくっています。その後も勢いは凄まじく、2012年には史上最年少でツアー10勝を達成しています。ただ2013年からアメリカツアーに挑戦し始めると、なかなかいい成績を残せなくなりました。世界のレベルは想像以上に高かったと言えるかもしれません。2017年には腰痛から長期離脱も経験して、2018年からは日本ツアーに本格復帰しています。そういった背景から早熟ゴルファーと呼ばれたり、引退とささやかれたりしているようになったようです。2つ目はニュースターの誕生によるものです。男子プロゴルフ界にどんどんニュースターが誕生してきたため、石川遼さんのご活躍が霞んできているようです。中島啓太さんや蝉川泰果さんなど何人か名前が出てきますが、その中でもやはり松山英樹さんのご活躍は大きかったかもしれません。石川遼さんと同じ年齢で2013年にプロ転向して4勝します。2014年からアメリカツアーを主戦場としていて、2021年にアジア人日本勢初となるマスターズ優勝を達成しています。日本を代表する男子プロゴルファーの一人と言っていいでしょう。そういった存在が出てきて、石川遼さんのご活躍が目立たなくなった結果、引退をささやかれるようになったようです。3つ目は宮里藍選手の前例があるためです。女子プロゴルファーとして大活躍しながら、32歳という若さで現役引退した宮里藍さんの前例が石川遼さんにも影響しているかもしれません。彼女は2003年にプロ転向して史上初の高校生プロゴルファーとなりました。兄の宮里清さん、宮里優作さんもプロゴルファーだったため、宮里三兄弟と呼ばれていました。実力も素晴らしく、2004年にはツアー5勝を挙げ、
年間獲得賞金額1億円を突破して賞金ランキング2位にランクインしています。2005年には史上最年少となる20歳3ヶ月でツアー通算10勝を達成しています。2006年からはアメリカツアーを主戦場として不振に苦しんだ時期もありました。彼女と同じく石川遼さんも高校生でプロとなり、一気にスターダムを駆け上ったことなど共通点がいくつか見受けられます。そのため早期引退の決断をしてもおかしくないと思われているようです。さて、石川遼さんに子供はいません。隠し子がいるとか認知した子供がいるとか中絶など様々な噂がありますが、全部根も葉もないデマのようです。子供自体はかなり好きでチャリティ企画に参加したりイベントで指導するなどファンサービスを欠かしません。また日本ゴルフ界を牽引するトップ選手として自覚が強く、ファンを大切にしている彼のことなので、もし子供ができたらきっとご報告してくれると思います。ただ2024年時点だとまだおめでたいお話は届いていません。2016年に幼馴染で同い年の一般女性と結婚、現在は夫婦ともに年齢32歳になりました。いつ子供ができてもおかしくないと思いますが、もしかするとまだまだゴルフに集中したい時期なのかもしれません。年齢的なリミットはあるはずですが、一番大切なことはご本人たちの気持ちや生まれてくる子供を第一に考えることだと思います。その結果、子供を作らない選択肢ももちろんあるかもしれません。どちらにしても周囲がどうこう言うことではないので、これからも温かく見守っていきたいところです。ところで石川遼さんの子供の噂の中でも隠し子の存在はよく噂されるため、なぜなのか考えてみました。石川遼さんはスター性のある人気者なので、いろんな噂がささやかれてしまうようです。アスリートの世界だけでなく芸能人や一般社会でも同様なので、人気者の宿命と言えるかもしれません。また石川遼さんは結婚してから5年以上経っているので、隠し子がいてもおかしくないと思われているのかもしれません。もっと言うなら結婚相手の里美さんは中学生時代の同級生なので、出会ってから20年近く経っています。2008年から交際しているので恋愛関係になってからは15年以上、2016年に結婚したので夫婦生活は5年以上です。そう考えると子供がいても全然おかしくないと思います。そのため、すでに生まれているけど公表していないだけ、つまり隠し子がいるんじゃないかと勘ぐってしまう人もいるようです。また、石川遼さんに子供がいないことの方が不思議と思われているのかもしれません。イベントなどの様子を見ると子供のことはかなり好きなようです。長い恋愛期間を経てご結婚されたパートナーもいますし、年齢や収入面の問題もありません。それなのに子供がいないとは考えづらいので、隠し子がいるんじゃないかと根強く噂されているのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は石川遼さんの私生活や近況を探ってきました。全英オープンの優勝後、渋野日向子さんの優勝が全然なく、それが石川遼さんと一緒に練習をしているからだと指摘されているのです。フォームが石川遼さんと全く同じという話があり、そこから不倫関係ではないのかという話になったのだと思われます。石川遼さんも渋野日向子さんも優勝を機に週刊誌などにマークされるようになりました。石川遼さんに至っては隠し子騒動などプライベートがないかのようにいろいろな報道があります。スポーツ選手であってもプライベートもあるので、そこら辺をしっかりしてほしいものです。石川遼さんは現在も国内ツアーを主戦場にしながら、世界最高峰のツアーでプレーできるチャンスを狙っています。最近は髪を伸ばしたりひげを生やしたりしていたこともありますが、昔のハニカミ王子がそのまま青年として成長したような爽やかで凛々しくかっこいい男性に成長しています。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。